ダルヤートが得意ようなそういった日本の深くした感じであります。レンディー・ビクターの紹介です。さあこの 3AA の世界シングル選手権なんですが、上田さん、どういった予想を立ってらっしゃいますか。レンディーの方はね、はい、この試合にかけて来に来たわけですからね、だから横田にとってはやっぱり戦いに慣れた相手ですけども、やっぱり今日はちょっと怖いでしょうね。そうでしょうね。で、もうこの試合に備えてリングファッションも変えてきましたからね、はいはい、だからアメリカでいつもああいうスタイルでやってるんですね、彼女は。なるほど。カウガール、ダラスカウガールという一つの民間版になってますからね。ですからカウガールラリアートというのがね、彼女の18番中の18番であります。果たしてそれが出るかどうか。まあ、先ほどはですね、ジュディ・マーティンの試合にウェンディ・リヒターが、リングサイドで頑張ってたわけなんですけども、今度はジュディ・マーティンがですね、不気味な顔をリングサイドに見せております。しかも今日は大森ゆかりを破ってですね、オールパシック選手権のチャンピオンベルトを獲得しているだけに、助っ人として怖いでしょう。レスリングとしてはやっぱりマーティンは先輩なんですね、はいはい、だからいろんなコーナーから指示するんじゃないですか。ああそうですか、うん。まあ、ジャガー横田としてはね、テクニックでいけば、そのスピード、それからテクニックでいけば、まずウェンディ・リヒターは問題ではないでしょうけども、しかし相手はね、いろんな作戦を今日は秘めての登場であります。さあ動きの速いジャガー横田選手、早くもちょっとかわされまして怒っているウェンディ・リヒターであります。試合が始まりました。この試合は60分一本勝負であります。どうも捕まりません。まあ、しかしあんなことを言いながら半分楽しんでいるところもありましてね、アメリカンスタイルで、はい、ジャガー横田選手も決して油断はできません。どうしてもアメリカンスタイルのレスリングがありましてね、日本の選手は真面目ですから、そうです、ね、俺そうかななんて思っていると、うん、実はね裏をかかれたりいたします。だからもっとどんどん攻めていけばいいんですね、そうなんですね。ちょっとジャガー横田選手もですね、遠慮しますよね、それから相手のシーンがどの辺にあるのかね、はい、本当なのか嘘なのかね、わからないといった表情であります。さあもうおっと、いったこれは大技、早くも大きなウェンディ・リヒターの体があっという間マットに進んで、しかも場外に落ちております。さあ早くも場外戦であります。今日はジャガー横田相当に力が入っている。今放送席の横であります。いやそれにいたしましても、浅香真由美さんの逃げ足は速いですねあっという間マイクロフォンの前から逃げておりますけども、場外乱闘は十分本当に浅香さん気をつけてください。まず場外に落とされました。怒っているウェンディ・リヒターであります。顔を真っ赤にしてと申し上げたいんですけども、相当に頬紅かなんか浅香さんこれ塗ってるんですよね。塗ってますね、綺麗にお化粧してます。はい、まあ、綺麗というかね、なんというんでしょうか、大変な色彩感覚ですね、おっとご覧ください、強烈なロープ越し、このブレンバスターは効いてます。ちょっとチャンピオンびっくりした表情であります。やはり豪快ですね、技が。ちょっと言いを疲れた感じですね、はい、今はね。さあ、ウェンディ・リヒター、怪力の持ち主であります。これはね、手の長さが違いますから、ね、ですよね。まともにいったんじゃね、ジャガー横田といえども危ない。この技はね、きついんですよ。手が長いですからね。手は長い、足は長い、体重はあるね。体の小さいジャガー横田としては、さあ、大変であります。盛んに腕を攻められております。指先ですね。指先に行っております、まず細かいところで攻めてきましたですね、さっきジュディもやってましたよね、はい、ジュディマーチもんなゆる、さあっとまだ行った、今度はヒップドロップ、体重があるだけにジャガー横田としては苦しいところであります。あしかし行きました。まあ松山さんね、このチャンピオンの動きというのは本当に素晴らしいですね。素晴らしいですね、はいはい、体は小さいんですけども、まあ、テクニックとこのスピード感あふれる動きで見事に 3AA のタイトルを獲得して、もう去年5月からですかね、長いですよね。2月からですよね、はい、まるまる1年以上、もう1年以上ですよね。いやその名前の通りですね、はい、じゃあ体は小さいんですけどね、すごい、しかしすごいですね。今日のウェンディ・リヒターは相当に気合が入っているような感じであります。何か今日は横田ね、
ウィンディの作戦をね、はい、ちょっとあの見抜けてないんですね、まだ。あ、そうですか、だからいつもと試合が違うんですよね、それから最初の動きもですね、何かあの相手の動きを見てましたもんね。だからあのなんか向こうの仕掛けを待ってみたいな感じだったよね。何やってるのかなという心配がちょっとあるんですよね、はいはい、だから全部違法を作られてますよね。そうですね。さあまたロープに振られそうであります。さあガリアートが出るかと足を飛ばしました。足を飛ばしましたウェンディ・リヒターであります。ちょっとジャガー横田選手の動きがここまであまり良くありません。本来の動きが出ておりません。ここウェンディ・リヒターはもう真正面から豪快な攻め技を連発しております。さあジーパーコールド気味に首に手を巻いております。ウェンディ・リヒター、おーっと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 、これはすごい。いやものすごい怪力。こういう技は今まで使ってないですよね。今まで使ってませんでしたね、初めて。あ、そしてこのガッツポーズ、これもウェンディ・リヒターの18番でありまして、大阪府立体育会館のお客様を湧いております。今試合時間5分経過、場内につけられております。ここまでは独壇場と言ってもいいでしょう。ウェンディ・リヒター、ウェンディのはちょっと押してますよね、はい。さあまたロープに振られました。どうでしょうか、まともに食うか。今度はジャガー横田の反撃であります。この前にジャガーのうまいところ、さあ仕掛けを使いました。ロープに振った、今度はどういくかと思ってクロスショップに行きました。もう一発ドッキック。さあジャガー3連覇と行った行った、場外に逃れましたウェンディ。さすがにチャンピオンのジャガー、すごいですね、この剣が朝香さんすごいでしょ。すごい早いです ね、なんか胸がスーッとしますでしょ。綺麗、動きがすごい、はい、構いませんから一つ声を出してね、声援してあげてください。もう拍手しまえ、手だ、はい、素晴らしいジャガーの方の動き、朝香真由美さんもね心から感心しておりまして、今拍手であります。さあ動きが止まりました。ジャック・マーティン、ジャック・マーティン、はい、もう何度も日本に来てますんでね、日本語を使うんですよね。ちょっと待ってなんて言ってましてね、あのラーメンとか日本そばとか天ぷらとか大体何でも食べるじゃないですか。ね、ね、好きなんですよね、はい、ご飯が好きなんですね。特に丼物が好き、珍しいんですよね。面白いですね、はい、さあ試合が始まりました。今日は高校タブライトに照らされておりまして、チャンピオンの背中うっすらと汗がにじんでおります。しかもあの今喉元を攻められました。これは完全に超強力攻撃であります。なんか持ってるんじゃないですか、ね、何か持ってますかね、あるいは強力攻撃を仕掛けているかもしれません。場外でジュリー・マーチンと話し合ってましたよね、はいはい、あの時何かもらったかわからないですね、今日はあの他に松戸優選手も含めんで ね、控えておりまして、松本の姿もなんか持ってますね、なんか持ってますね、ちょっと後ろに隠しましたね、はい、ジャガー横田強気攻撃を受けております。あれで取りますね、はい、取ってますね、あれで取るようですね、はい、だからやっぱり連携作戦やってるんですよね、連携プレーですね、はい、おーっと髪の毛を掴んだまま離しません。なるほどね、髪の毛を掴んでますからね、僕は横田の作戦を知ってるわけですよね、はい、ロープに飛ばそうというんですけどもね、髪の毛を掴んでこの作戦に乗ってまいりません。ま、ね、さあ今度はあロープに、おーっと危ない、あのまま落としたら大変であります。今日はラフパイプ、いつも以上のラフパイプであります。ウェンディ・リヒター、この試合は60分1本勝負。ジャガー横田チャンピオンの顔面すでに真っ赤。さあコーナーに振った、どうでしょうか、と抱え上げましたね、そしてバックブリーカーに行った。あ、貫禄十分のウェンディ・リヒター、今日の挑戦者迫力があります。ジャガーの動きを力で引っ張ってますもんね。やっぱりあれですね、あのジャガーの作戦も全部読み込んでやっていきますよね、はいはいはい、そしてどうでしょう、ネックブリーカーどうしたかと思いますが、そのまま釣り上げてしまいました。これは痛いですね、完全な苦しいであります。いやー、ジャガー苦しい、失神寸前というような感じ。 3WA チャンピオンのジャガー横田、いつもの動きよりもちょっと今日は精彩を欠いている、そんな感じがいたします。さあ買い上げました、バックブリーカーに持っていきました。しかもあの喉を攻めてますね、軽量の悲しみですよね、これは、神がやってます、ね、やってますやってます、完全にブラインド、レフリーのブラインドをつきましてね、反則攻撃、まあ当然こういった攻撃は予想されました。さあジャガーどうでしょうか、逃げるのがやっとですね、逃げるのがやっと、
場外に逃れました。チャンピオン場外に逃れました。ちょっとここで休んでいった方がいいですよね。あ、そうですか、ね、あのカウントいっぱいまで休んでいったんですよ、いや松山さんにねジャガーの素晴らしい動きを見てもらおうと思ったんですけども、今日はいつものどうでしょう、4分の1、5分の1という感じです ね、ジャガーに頑張ってもらいたいところであります。もっとあのゆっくりね、あこんなに早く上がらなくていいんですよ。はいはい、もう少し落ち着いた、あーっとガッツポーズを見せておりました。これは背中をねちょっとあのチャンピオンに見せておりまして、あーっと攻撃、ジャガーチャンスを使いました。さあもう一発、一発のまま胸元に入りました。完全なカウンターであります。後ろに落としました。さあスープレックスどうでしょうか、カウント入りましたが2であります。さあ今のは相当苦しかったんでしょう、英語で答えております。あーったったった、コブラツイスト、コブラツイストの体勢です。うん、あそうですね、ストレッチに行ってますね。ああやはりあの喉に手がかかってましてね、これは半分な超攻撃なんですけども、徹底的に反則をやってます。痛いですよね、思わずあの浅田さんも痛いっていうね声を出してますけども、力あるんでしょうね、大変ですよね、はい、あーっと今度はロープに引っ掛けました。さあ髪の毛を掴んでまた抱え上げました。今度はどうするんでしょうか、バックブリカーに持っていくか、ロープを使ってますね、ロープに首をかけようというね、まあ、ちょうど首に行きましたね、はい、ラッファイト、そして今度は手をねロープにかけて、しかもその上から踏んでおります。カーボーイシューズ、なーっとレフリーがやられました。しかしあまりレフリーに手を出すとこれが、ね、大変なことになります。不可応はいたしません。さあ今度は買い上げました。これはあのヘアハックですね、彼女の得意技ですよね、はい、振りますよ、力がなくちゃできませんもんね、日本の勘抜きみたいな感じですね、はいはい、これ振るんですよね、はい、さあどうでしょうか、そのまま歩いてますよね、あーっとキックに行きました。あそこはいいところですね、はい、さあキックで何とか反撃に転じようというところであります。今13分経過、13分経過が場内に向けられております。さあジャガー横田、チャンピオンが場外乱闘であります。場外戦に持ち込みました。チャンピオンどうでしょうか、長々と椅子の上に伸びております。ウェンディ・リヒターです。今同僚相棒のジュディ・マーティンが助けに入りました。そしてご覧のようにチャンピオンはリング上に登場しております。まあ、しかしああいったあの参った表情もですね、全部信じちゃうと大変なことになります。そうなんですね、はい、うまくブラインドしますからね、あまり信用しない方がチャンピオンの場合もあるので、あんなことでもあるようなあの態度じゃありませんもんね。はい、カウント15で入ってまいります。この試合は60分一本勝負、挑戦者ウェンディ・リヒター、チャンピオンがジャガー横田、やっぱり困りますよ、あーっと手を出した、あーこれはチャンピオンらしくありませんね、今の作戦がもう分かりきった感じであります。さあジャガー行った、今度はどうでしょうか、しかしね十分ではありません、重いんですよね、何かちょっと外れてます。そして今度はコブラツイストに行きました。さあコブラツイスト、これはがっちり入っているようであります。ポジションもいい、どうかマーチに入ってくれないですかね、あーっと振りを打たれましたね。さあ今度は足を持った、うまい、足を持ちました。さあ足4の字、足4の字であります。チャンピオンの足4の字がっちりとかかりました。ほとんどリング中央です。ポジションもいいようです。さあ野田打ち回って苦しんでいます。挑戦者ウェンディ・リヒター、さあっと爪を立ててますけどもね、あの下に爪を立てております。回転ってね、はい、そうね、なので体が大きいですからね、はい、でも無理なんですよね。ああなるほど、それとまあやっぱりびっしり入っていることもあるんですよね、はいはい。さあしかしこれはかけている方も大変です。まあ簡単にギブアップはしないでしょうけども、一番弱いと言われております足を攻められて、ちょっと苦しそうなウェンディ・リヒターであります。これ回転して持っていく、そうですね、はい、回転してますね、足の力はありますからね。さあかけているちょっとチャンピオンも苦しそうな表情になりました。
足の長さが違うだけ損ですよね、はいはい、試合になると、まあ、あの形としてはがっちりという感じでもないんですけどもね、まあ、どうでしょう、あのローリングしますと例えばあの下向きになった時なんかとってもかけている方も痛いそうですね、あ普通外人はこういうのに大体ゲーパックするんですよね、なかなか少ないですね、はい、今日は、はあはあ、やっぱりタイトルマッチということでしょうね、そうですよね、執念があります、伝令でした、さあまた場外に落とすか、場外に落とすか、あまり場外で蓋追いをしない方がいいような感じなんですけども、相当しかしウェンディー・リスターマイクは勝てません、ご覧のように勝てません、8四の字が効いている、ジュディーは全然手を出さないですね、はい、出してませんね、うん、あーっとこれはすごいですね、床の上にドーンとばかり、いやーこのボディースラムは効きましたね、あーもう赤坂さん、私だったらあの一発で失神ですけどもね、すごい音がしました、はい、何かあのここまで響いてきたでしょ、いい音がした、顔面汗びっしょり、背中にもねうっすらと汗を浮かべております、チャンピオンのジャガー横田、今日は苦しい防衛戦になってまいりました、カウントが続いております、さあ、ああ今ジャガー入ってまいりました、しかし前として構成は挑戦者、今ラリアートが出ましたね、カウガールラリアートであります、さあ今度はパンチ攻撃、そしてまた叩き出ております、あっと上から行った、しかしジャガーがスイッと抜けた、パンチ攻撃、次々に技を繰り出します、そして今度はブレンバスター、大きな技、ブレンバスター効いてます、上から行った、さあチャンピオンが危ない、逃れました、スイッと抜けております、チャンピオン、この辺はジャガーの真骨頂、さあどうなるか、大きな挑戦者を買い上げました、おくるくる回してます、これは素晴らしい、これは素晴らしい、ジャガー横田、ああ横田の力があるもんであります、はい、あのダメ、あれはあのダメに打たでしょうね、そうでしょうね、体が大きいだけにね、堂々相手のあの力での攻撃を、ね、受けて立つという感じでね、力には力、今日はジャガー横田力が入っている、さあ今度はどうするんでしょうか、うんと、うんと、さあジャガー見えた感じで大きを切っていました、と、しかし後頭部を打ちましたジャガー、大変です、さあ技をかけ損ないましたですね、技をかけ損なったジャガー横田、完全に後頭部を打ちました、あれは危ないんですよ松山さん、脳震盪を起こすんですね、一つかけ損ないますとね、ちょっと脳震盪を落としてましてね、これは大変です、さあ挑戦者は大きなチャンスを迎えました、さあジャガー逃げることができるか、ジャンボをプラーッとうまく逃れた、今度はお尻をしたたかに打ちました挑戦者であります、さあジャガーが後頭部を打ってるんですけども、トップロープに上がった、そしてどうか、これはピシャーッと決まった、鮮やかに決まりましたドロップキック、さあ今度は挑戦者がもうクラクラしてます、コンビ的の方に入りました、強烈なキック攻撃であります、さあどうなるか、下では若い選手がやってますね、若い選手、ライオネス・アスカ選手と、そして長与千鶴選手が行っている、さあどうなるか、あーっとジャガー大丈夫でしょうか、場外にダイビング、しかしねこれ危ないんですけども大丈夫だったようですね、なるほど、ライオネス・アスカ選手、もう一回じゃないですか、もう一回ですか、もう一回ですか、はい、ああ今入ってまいりました、これはチャンスであります、さあ今抱え上げてこのまま落とすか、このまま落とすか、パイプドライバー、パイプドライバー、やったー、パイプドライバー、コーンの体勢に入った、完全に失神状態、完璧の勝利であります、完璧の勝利であります、いやー今のパイドドライバーは本当に鮮やか、もう今のウェンディ・リヒターね、パイドドライバーを食いましてほとんど失神状態です、すごいですね、大きい体が、はい、もう真っ逆さまであれじゃ倒れません、あご覧ください浅香さん、あのパイロドライバーという技を食いますとね、あの首を打ちますでしょ、ですからねほとんどあの失神状態になっちゃうんですね、私思わず声が出てしまう、はい、本当に一つ間違えれば首の骨を、ね、本当にあの落ちちゃいますね、一番怖い技とされております、パイロドライバーが出ました、まだ気がついてないのか、どうですかね、今審判部長の松永俊邦、
ね、盛んにあのマッサージをしてますけどもどうか。まだほとんど意識朦朧といった感じであります。あれほど陽気にね、はしゃいでたんですけども、ああ負けた後はね、本当に惨めなもんですね。はい、今選手たちに抱えられますね。これはね、控え室に引き上げてまいります。ウェンディ・リヒターであります。長い間 CWA のチャンピオンベルトを虎視眈々と狙っておりましたが、今回も成功いたしませんでした。見事にジャガー横田チャンピオンベルトを守りました。チャンピオンになりますので、これここにこれを認定いたします。昭和51年10月2日全日本レスリング協会コミッショナー上田慎二、上田慎二コミッショナーより今認定昭和を行っております。高田プロデューサーから勝利トロフィーであります。そしてご覧ください、大きな会場であります。さあ一人で持てるかなという感じなんですけどもね、これだけは、これだけは一人で持ちたいというジャガー横田、しっかりと今、フジテレビ杯を抱えております。